この車両は西日本での標準型機動車です。走っている路線は非電化路線のほとんどと、キハ110系以上にネットワークが広いです。東は長野県や新潟県の大糸線南小谷以北、西は山陰本線、それから乗り入れ先の山陽本線下関までと、随分広い範囲です。しかし、この車両を知っている人の多くは、この車両は遅いイメージがあるでしょう。しかし、性能自体は悪いものではなく、関西本線の非電化区間や山陰本線ではかなり速く走っています。ただ単に原因は路線自体が悪いか、西日本特有の徐行区間です。西日本旅客鉄道はできるだけ保線費用を削減するため、高速運転を取りやめた区間が多くあります。徐行速度は時速25キロと自転車並みの速度になってしまいました。このせいで鉄道の速達性は失われてしまったのですが、まあ需要が少ないのも影響しています。今年廃止された三江線もその徐行区間がありましたし、元から線路の形状は悪いところが多かったのです。中間の区間に関しては割と軽快に走っていましたが、まあどん足の区間が多いのです。特に中国地方でその傾向があります。そもそもこの車両は軽快機動車、製造費が安いし、車両も短いもので機動車版走るんですとみなしていましたが、結構長い間走っているし、交換費用がないからかまあまだ安泰のようです。似た機動車は、伊原鉄道や秋田内陸縦貫鉄道でも見られます。まあ、ローカル線の鏡であるのは間違いありません。最後まで見てくださり、本当にありがとうございます。この動画は毎日投稿しておりますので、明日も明後日も続けてご視聴いただけます。毎日新しいコンテンツを提供していくため、チャンネル登録をしていただけると非常に嬉しい限りです。旅行動画を企画しておりますので、皆さんの力添えをよろしくお願いします。それでは今回もありがとうございました。またお会いしましょう。